いまんじゅうゆっくり霊夢です。黄色いまんじゅうゆっくりマリサだぜ。元気いっぱいフランちゃんだよ。数人から続編が見たいとのことだったので、数人かよ。今回もワナワーワンライフの実況やっていこうと思います。前回は勢いだけで生まれた結果、7歳という若さでお亡くなりになってしまいました。何もしないまま蛇に噛まれて死んだんだよな。しかも最後の言葉が死ぬわ。しかも何気に第10世代まで続いてたみたいです。今回は火の起こし方を勉強してきたので、それを活かせればいいなと思います。霊夢が勉強。これは季節外れの雪が降るかもしれない。綺麗だろ。それに北海道ではもう季節外れでもないですよ。話が逸れてしまいましたが、今回も生まれてみましょう。生まれようとしています。あ、今上の方にママンがいましたね。ママン、ママでー。霊夢初めての女の子ですね。霊夢育児放棄されてる。え、そんなわけあるわけないじゃないですか。霊夢可愛い可愛い女の子ですよ。これは捨てられましたね。こんなに可愛いのに。その顔鏡で見てこい。え、このままじゃマジで死んじゃいますよ。ママン。シーン。かし。生まれようとしています。あ、ママンがまたどっかに。そりゃこの顔で生まれたらびっくりして逃げるって。ママンが戻ってきてくれましたよ。もうこいつの名前うんことかでいいですか。マジかよ。あのお母さんちゃんとこの顔見て名前つけたんか。この顔なら普通はアメンボシゲオとかって名前だろ。アメンボシゲオって誰だよ。お前だよ。あ、そっか。そこ納得してんじゃねえよ。っていうか拠点らしきものが見当たりませんけど、ママンもしかしてイブなの。ということはイブは忙しいから子供はバリバリ働かないとだな。火の起こし方はバッチリ。それだけじゃ生きていけないだろ。ママンの名前イブイブですね。これは決定的だな。拠点したよ。下に拠点あるっぽいですね。食料なんて。は？お前は？とかって感じ悪いだろ。私文字しか喋れないんですって。もしかしたら。それよりママン私空腹で死にそうなんですけど。ママンなんか喋ろうとしてるだろ。空腹ぐらい我慢しろよ。歌うなや。やられてるかも。ここで霊夢が村を復活させたらかっこよくないです。死しか起こせない奴がどうやって復活させるんだよ。霊夢が村の英雄となるのです。ということで拠点に連れてきてもらいました。めっちゃ働いてる人いるじゃん。英雄もいたわ。ということなんで霊夢はのんびり暮らしますかね。いやー、ヘビ。お前前回の二の前になるぞ。それだけは無理。動画的に無理。まずは丸石ゲットしました。それをこいつでせいや。はいと合体石の出来上がり。これで足の束が出来上がりました。操作方法は覚えてきたみたいだな。前回はグダグダだったからな。今見てもあれはひどい。お前が自分でやってたんだよ。はい、それでは前回のおさらいです。足の束と足の束をクラフトすると、カゴの完成。カゴは3個まで物が入るので、物を運ぶときはこれを活用したいですね。食料なんだと言っていたので、とにかく霊夢がやれることをしたいと思います。前回はニートだったからな。現実と一緒。やかましいですよ。お前が自分で言ったんだろ。てかカゴに3個物が入るんだから、卵3個取ってこいよ。あ、そっか。バカなの。とにかく今食べられるものがサボテンのみしかないので、ママンと姉のためにもオムレツを焼きましょう。お皿をさ、え、あれはママン。ママンじゃないと信じたい。信じたいけど、ここにはもう、ママンと姉と霊夢しか。ママーん。みんなごめんね。環境が悪いのよ。環境が。ママン、もしかしてこの生活が辛くて自ら。って言いながらお前はサボテンの実を食うなよ。お腹減っちゃって。あ、オムレツ焦げちゃったな。とりあえずお皿に乗せよう。手お皿に乗らないんですけど。とにかくもうオムレツは焼けなくなったので、他の食料調達を考えないと。あと前回の動画でいろいろアドバイスくださった方ありがとうございました。参考にさせていただきます。ということなんで、お姉ちゃんのために霊夢は荷物を運ぼうと思います。お姉ちゃん家事屋できるっぽかったし、ワンチャンあるよな。焦げたオムレツもなんとかしてくれるかもしれません。なので卵をカゴに入れて持ち帰ります。あれ、カゴに入らない。なんで入らないんだよー。これこれこれがカゴですよ。お前さっき自分で作ってただろ。あ、焦げたオムレツ。え、あ、姉、ね、ごめん。姉までも動物に噛まれて。遺伝か。遺伝すんのか。動物に噛まれる遺伝って何よ。姉、最後に聞きたいことがある。斧ってどこにある。死の間際に聞くことじゃねえ。姉ー。こうして霊夢は14歳という若さで天涯孤独となってしまったのだった。なんてナレーション入れてるんですか。てか霊夢一人でどうすればいいんだよ。霊夢女の子なんだから、まだこの村は終わってないぞ。そうだな、子供産め。そんな簡単に言うなや。あー、マジでこれからどうすっかな。霊夢まだ素振りが残ってるんだから、素振り畑作れ。あ、斧ここにあったじゃん。聞いてます。霊夢畑の作り方わかりません。そうだよね。今は焚き付けが欲しいので木の枝を探しましょう。とにかく霊夢が生き残って女の子を産めばいいんですよね。それでこの村は救われる。とにかく食料だ。てか木の枝ってこんなにないもんなんですか。そこら辺にゴロゴロ落ちてるもんだと思ったんですけど。松葉って焚き付けの代わりになったりしないのかな。うん、霊夢、なんか赤ちゃんの鳴き声がするぞ。鳴き声だけはしますね。木に隠れてるって。卵持ってる場合じゃないって。あらら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 。わ、女の子ですよ。霊夢でかしたぞ。これで村が滅びずに済むかもしれません。え、お前何噛まれてんのよ。死因停電するんだね。バイバイ。
もう私しかいない。もう子供もきっと呆れてることでしょう。こんなお母さんでごめんね。拠点は上だってことを伝えたい。伝えたところで赤ちゃんは自分でご飯食べれないんで意味ないです。そうだ。さあ、頑張れ。何を？この場はきっとバカなの？の場だな。バカです。ごめんなさい。シーン。ノイノッシ。毎回噛まれて死んでるじゃねえか。生まれようとしています。かわいいかわいい女の子の霊夢ちゃん。名前はサメと名付けられ、放任放置で自由に育てられました。私が3歳になった頃、私の兄が微動だにしてないことに気づきました。この世界にはバグという病気があるらしいのです。いや病気じゃねえわ。3歳にして身内の死を体験し、私は強く生きようと決心しました。目の前で兄が白骨化した時の映像が今も頭から離れません。いやその割に兄の骨ツンツンツッついてるけど、そしてまた私の姉妹が生まれたので、こんな兄の姿を見せてはいけないと、私は骨を必死で隠しました。めちゃくちゃ強い心の3歳児だな。妹の名前はメダカちゃんでした。明らかに私のサメより可愛い名前だと思いました。そして私は4歳になり自立するため、ラストハグをママンに求めました。その時のママンの力強いハグは今でも忘れられません。めっちゃいい話やないか。マリサこれゲームだから。そんな私の母ももう40歳手前、もう父が枯れる一歩手前、私の母ももうそんなに歳を取ってたのかと実感した。そして私の初めての仕事は代わりのおば探しだった。だがこの村にいるのはババアカジジイだけだった。なんのこっちゃ。だから私が早く大きくなって乳母をやろうと決心した。と思ってた矢先私はやりたいことが見つかってしまった。お前の決断かる。それはオムレツを焼くことだった。今はパイの時代だって言ってたぞ。学校で学んだ火起こしのノウハウを活かして。お前学校行かないでフラフラしてただろ。まずは火起こし弓切りで丸太にええや。この物語調の設定に苦しくなってきたか。そこにも餌しの葉をええや。あとはそこに焚き付けをぶっ込む。ぶっ込めない。なんでや。まだ十分に火がついてないからじゃないですか。そうか。お前の学んできたノウハウって何なのよ。すると遠い親戚のポエミが火を起こした私にお礼を言ってきた。これからオムレツ焼くんだぜと心の中で生きりながら、ドヤ顔でイエイエイと言ったその時、トルティーヤ焼いてみたくて完全に負けたと思った。いやこれ勝ち負けじゃないから。そしてオムレツで生きってた自分に恥ずかしくなった。なんでパイも作れないのに生きった。それに対して私はいいですねとしか言えなかった。ショックを隠しきれてない。火が消えるのを待っている間に、なんとポエミに子供が生まれてしまった。これではトルティーヤは焼けまいと内心喜びながら、お前性格悪すぎだろ。それでもポエミは子育てをしながらトルティーヤを焼いていた。これ何の話？私も負けてられないと思う。トルティーヤとオムレツじゃ勝ち目ないって。いやだからこれ勝ち負けの話じゃないから。私はオムレツを焼きまくった。雨の日も、雪の日も、オムレツを焼くのも板についてきたその時、なんと私にも子供が生まれたのだ。それは可愛い可愛い女の子だった。名前はイと名付けた。お前それ絶対学校でいじめられる名前だよ。娘もこの名前には疑問があったようだ。当たり前だよ。私も育児とオムレツ作りを両立してると、ついにオムレツを焦がしてしまった。サラダと思ってたものが豆のブリトーだったのだ。ただのお前の勘違いだろ。やっとサラダと思って持ったものがまた豆のブリトーだったのだ。やっと皿を見つけて戻った時にはもう遅かった。ちょっとぐらい焦げても食べれるじゃんと思ったのだが、焦げたオムレツは皿には乗ってくれなかった。焦げたオムレツを取り除けないことにより、私のオムレツ人生に終止符を打たないといけない時がやってきた。いや取り除き方調べろや。そんな私を見かねてか、娘が焦げたオムレツを取り除いてくれた。そして娘とうとうとしたら、ムスという顔の字になってしまった。マジでどうでもいいんですけど、私はまたオムレツ人生を再開できる喜びにスキップしながら卵の採取に出かけていると、なんと息子が生まれたのだ。次はちゃんとかっこいい名前にしろよ。名前はハイと名付けた。おいその後心臓という息子も生まれた。もう臓器で攻めてくんだね。その後私はオムレツを焼きに戻ったので、3人の子供がどうなったかは知らない。ちゃんと育児しろよ。元気に育っていてくれることを願う。それでは私の人生ももう後半、オムレツの焼き方をおさらいしておこう。あ、別にいいです。火が消えたところに平らの岩を置く。そしてすかさず卵を落とす。そして素早く皿に乗せる。これでオムレツの完成です。意外と簡単じゃん。お前これ人生後半までずっとやってたの？オムレツばっかり焼いてる私に、近所の女が話しかけてきた。畑をそこの子供に教えてあげてほしいとのことだった。わしオムレツしか作れない。むしろ畑のやり方を教えてほしいと思った。そんな私も気づけば51歳になっていた。思えば3人の子供にも恵まれ、その後どうなったか知らないけどね、仕事にも恵まれ、順風満帆な人生だったと思う。霊夢空腹やばくない？パイ置いてあるんでちょっといただいちゃいますか。それは生のパイだった。生のパイは食べられるわけもなく、やっぱりパイの焼き方も調べればよかったと後悔した。だがもうその時は遅かった。私は諦めきれず、自分がオムレツを焼いてるところまで戻ればオムレツがあると思ったが死んだ。去年51歳、どうしようサメのオムレツを焼き続ける人生でした。そしてこんな動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画の紹介やこっち用のみのアカウント作りました。気になる方はフォローしてみてね。